まあ、そう、訴訟といいますか、あの声を上げたというものの記録になっています。で、最終的にはもともと遡っていても東条村、その3つの村の方で漁業をやっていたという明確な記録はないの、まあ、記録というか、あの幕府の方に税を納めてたという記録はないので、あの東条三ヶ村の申し出は退けられて、あの浜荻の方に漁業権を認めますよというような、あの判定がなっています。そういったあの関係 の、 ちょっとあの地図だけで見ると、あのそういう経緯があって、あの記された、その時にあの幕府に説明するために、あの作成された地図というふうな形になります。で、あとすいません、隣に時代が移りまして、今度はあの明治ですね、時代に入っていくんですが、あの鴨川市、ね、あのよくあの江戸時代とかの話をするで、何々藩とか金沢藩、あの藩、あの領地を治める関係であったかと思うんですが、その藩の中で鴨川市内に置かれた藩という2つありまして、あの江戸時代の初期の頃に東条藩という藩と、あと、まあ、幕末といいますか、もう明治期に入ってからになるんですが、花房藩という藩が置かれました。で、こちらあの花房藩 の、 あの関係の資料になるんですが、もともと花房藩、ですね、鴨川市の現在の花房という地区に拠点を置こうとしたということで、花房藩と呼ばれ、あの名乗っていたというふうになっております。で、花房、現在 の、 あの 西条地区の中の地区になりますので、鴨川の中の中心部あたりに当たる地区で、あのこちらあの領地の神が花房藩になって、あの実際にその自分たちの拠点を築くために、あのしばらく、あの現在の京日ですね、東条のところにある京日さんとかに、その藩主の方とかはあの入ってというようなことで、あの準備を、あとあのこちらの部屋の方で、あの説明させていただきたいのが、あの通称波の伊八で、あのご存知の方も多いかと思いますが、あのこちらの伊八っていうのが、あの5代まであのいまして、初代、あのよく波の伊八と言われるのが、あの初代伊八に なるんですが、あのその初代伊八が、あの若い頃に作成した欄間彫刻になります。で、あの市内の社内院というお寺さんの方にあのつけられていたもので、あの現在はその社内院さんがあの廃寺に亡くなってしまいましたので、現在はこちらの方で、あの管理させていただいているというような形になっております。で、と伊八が生まれたのが江戸時代の中期から以降になるんですが、その頃あの作成、建物の神社仏閣の飾る彫刻というふうになりますと、どちらかというとこの地域だと、あのとか地方だと江戸からその堀師さんの方を呼んできて建物につけていただいてたとか、あと本当にその、まあ、中期ぐらいですと彫刻自体がそんなにあのきらびやかにいろいろ飾るような形ではなかったりというような、ちょうど境ぐらいの年代になるんですが、それが伊八の特徴としましては、それを地方ではなくて実際にあの阿波の地域で、こちらの西条、鴨川の西条地区の周り塚という地区の出身というような形になっておりますので、そうですね、地元で阿波の国で初めてそういう建物とかを彫刻するっていうようなことを仕事として行っていた、まあ、最初の方だろうというような、今のところ記録で残る中では最初の方というふうな認識で、説明させていただいております。で、伊八の作品の特徴としましては、他のそういう島村流とかいろいろな流派があって、修行してですね、経験積んだ方ですと、若い頃にその流派に入って修行して一人前になって仕事に、まあ、各地でしてというふうな形になりますので、そうするとどちらかというと若い頃でもう作品が完成されてしまっていて、晩年になって作ってる 作品についてもそんなに変わらないというような、作風が変わらないというようなものがあるんですが、伊八、初代伊八はどちらかというと現地で現場で経験積んでいくというような、記録で残る中では江戸に出て修行を積みましたよとかっていうような形は残っておりませんで、
厳密に言うと島村流の中 の、 お塩さんとかはいたんですが、特にその江戸の方に出て修行を積んでいないというような形になります。 ですので現場でどんどん経験を積んでいってですね、私もありますが、そういったようなちょっと鋭いなんか覆いかぶさるような波の表現のものも見られるようになっています。ちょうど階段を降りていただくときに、ちょうど踊り場のところから反対側の壁を見ていただくと、大山寺の、市内ですね、大山寺山の方 の、 地区 の、 彫刻が実物大の写真パネルっていうのが展示してありますので、そこを見ていただくと水の表現とかもちょっとまた違うなっていうのが分かっていただけるかと思いますので、もまたちょっと自由時間ですとか移動の際に見ていただければと思います。で、日八の作風、5代までということで、特に波の日八っていうような、と名乗り方としては、その先ほど言った回り塚という地区 の、 いや出身ということで、回り塚の日八ですとか、宇都宮村、その地区の日八ですよというような名乗り方をしていたようです。で、彫刻とか の、 3本立てられて、例えば一番最初の的に当たったら、早い頃に植える稲がよく育つだろうだとか、で最後の的に当たれば遅い時期に植える稲の品種が豊作になるでしょうというような占い的な意味を持っています。であとやぶさめの特徴としてはそういった占い的な意味合いが強くなりますので、的までの距離がすごい遠いっていうような特徴を持っています。よくやぶさめとかで記録で残っているような図を絵とかですかね、見ていただくとすごい的までのタイミングさえ合えば当たるんじゃないかぐらいの距離で描かれているような場合もあるんですが、もう当たるかどうかも当たらないのも占いの結果というのがありますので、こういった形で遠くまでの距離の中で占い矢を射ているというようなものになります。もともとは今現在はこの馬に関してはこちら清張寺のその大杉っていう今立っている杉の木の横にあった小杉っていう風な形で呼ばれていた年代でいうと大体年輪で見ていくと1628年頃というようなことでなっておりますので、本当に江戸時代の初期からから育ってきた木が残っていくというような形 で、 こちら国指定の文化財の大杉と、すごいな、綺麗に。これ写真や。うん。ね。そうだよね。そうそうそう。実物大のあれにしても。うん。
今常時の作品は、その先ほどの最後の国際美術展で金メダルを受賞された方が書いてあるので、このようなものでしいよ、ね、後ろのものですけど、目と同じ透明の頭の種で、ちょっと粗いでもこれでもエリアに幅のもありますけど、そうですね、大きい木を使って縦横だってこの幅の形なんですか。でもね、そして硬さはあれ、ちょっと大体お元の運動かっていうのは、うん、先生ではなくなるですね。私も残念だったんです。そうありますけど、そうですね、大きい木を使っていく、ね、縦横だってこの幅の形なんですか。そしてあれ、硬さはあれ、うん、ちょっと大体お元の運動かっていうのは、うん、ありますけど、すごい。